2年割の毎月の割引金額は735円でしたよね、うん、735円を毎月光の天使の皆さんは何に使いますか？最近色ペンとかでなんか字書いたりするのがすごい楽しくて、うん、いろんな種類のペンを集めたりするのが好きなので、うん、色ペンを買うかな。あとは、うん、ポーチとか、うん、筆箱とか巾着とか入れるものが好きです。だからそういうものを735円で買いたいなと思います、うん、おつまみいっぱい買いたい。おつまみ？あの海氷とか。海氷？イカフライ。イカフライ、渋いですね。この前より短かったんですけど、でもなんか前と同じように緊張しました。はい、50点。なんか伝えたいことが伝わってない部分とかもあったなって思ったので、次回やるときはそれを全部直してできるように頑張りたいです。ありがとうございました。めっちゃ緊張しすぎて失敗しちゃったけど、でもだんだん慣れてきて、楽しかったです。30点なんかもうちょっとゆっくり喋ったり、あとは大きい声で喋ったりして、次もっと良くしたいなって思いました。なんかちょっとくだらない間違いいっぱいしちゃったんですけど、点数をつけるとしたら2点ですかね。セリフが頭真っ白になっちゃったんですけど、次のプレゼンをやるときは花にあくびさせないくらい退屈じゃないプレゼンをしたいと思います。こんにちは、光の天使のラウラです。戸建てにお住まいの方々に嬉しいニュースです。戸建ての方限定のプラン、フレッツ光を2年間契約すると月々の料金がお得になる2年割のご紹介です。どれぐらいお得かというと、フレッツ光の月額利用料が5460円から4725円と735円割引だから、2年間ですごい、なんと最大17,640円もお得。フレッツ光メンバーズクラブにご入会いただくと、毎月マンスリーポイントがもらえるので、そのポイントを月額利用料のお支払いに利用するとさらにこんなにお得なんです。ということは、2年割とマンスリーポイントをうまく使うと5年間で月々実質4200円になります。もちろん光だからフレッツ ADSL よりもインターネットがサクサク早い。フレッツ光はテレビや電話など他のサービスとも組み合わせることができるので、新しく戸建てを建てる人、お引越しをする人などにとても便利。戸建てにお住まいの方々にとってもお得な2年割のお申し込みや2年割で検索。ただいま嬉しいキャンペーンも実施中です。どんどんお得にフレッツ光。こんにちは、光の天使の日向です。突然ですが、皆さんどんな会員サービスに入会してますか？今回は皆さんにぜひ入会してもらいたい会員制プログラムがあるので紹介します。それがこのフレッツ光メンバーズクラブです。フレッツ光メンバーズクラブのおすすめポイントは大きく3つあります。0円、1000ポイント、1年ごと、この3つです。まずは0円、入会金年会費がなんと0円なんです。次は1000ポイント、入会すると
まず1000ポイントもらえます。このポイントは1ポイント1円相当なんですよ。3つ目は1年ごと、毎月もらえるマンスリーポイントは1年ごとにポイントが増えていくんです。つまり長く入会するほどお得なんですよ。貯めたポイントは NTT 東日本のサービスの料金支払いに利用することができちゃうんです。その他にも例えば映画専門の動画配信サービスで作品を見ることができたり、東日本エリアのご当地名産品と交換することができます。チケットプレゼントに応募したり、ゲーム、ショッピングを楽しんだり、会員限定のコンテンツもいっぱい。フレッツ光は契約しているのに、フレッツ光メンバーズクラブはまだ入っていない。そんなあなたはこの機会にぜひご入会くださいね。コミュニケーションを豊かに毎日を楽しくするフレッツ光メンバーズクラブ、入会の申し込みはフレッツ光メンバーズクラブで検索。こんにちは、光の天使の花です。いよいよ夏本番になってきましたね。皆さん、この夏の節電対策バッチリですか？今回皆様にご紹介するサービスは、楽しみながら節電節約ができちゃうかも、その名もフレッツミルエネです。このフレッツミルエネ、家の消費電力が一目でわかるとっても便利なサービスです。例えば家電の待機電力、使っていないのに消費される電力が目に見えるので、無駄だなぁと感じた時すぐに消す習慣がつきます。家計簿をつけるのと一緒、消費電力が毎日チェックできるので無駄が目に見え、節電節約につながるのです。例えばダイエットの時も、体重の変化が毎日確認できると目標意識が変わりますよね。目標設定機能やランキング機能など、電力不足に備え毎日楽しく節電できます。利用者からも多くの喜びの声が寄せられています。9割の方がサービスに満足を示しています。また7割の方が節電の効果を感じています。今のお住まいでも新築でも導入が可能で、機器の取り付けも簡単ですよ。しかもフレッツミルエネお手軽パックはエコ補助金の対象です。フレッツミルエネの月額利用料は、フレッツ光とプロバイダサービスの月額利用料プラス210円。消費電力が見えるから節電節約できるフレッツミルエネ、お申し込みはミルエネで検索。賢い生活をフレッツ光で。ために日々努力を続ける私たち光の天使、今日はどんな難問が待ち受けてるのかな。光の天使のお勉強、今日は相手に分かりやすく伝えるためのプレゼンテーションのお勉強。皆さんこんにちは、ハマカーンです。今回はですね、プレゼンテーションのお勉強第2弾ということでですね、一緒にお勉強していただく光の天使の皆さんです。どうもこんにちは。こんにちは、はい、お願いします。今日も皆さんにしっかりお勉強していただきますよ。はい、よろしいですか？はい、あ、いいですね。すいません、浜谷さん、浜谷さん、どういうつもりか説明してもらっていいですか？自己紹介が必要みたいだな。そうだね、声のトーンももうちょっと落としてもらいたいんですけど。光の天使に対抗して闇のデビルちゃんで。闇のデビルちゃんですか。普通の格好してもプレゼンなんかできるかよ。番組降ろされたいんですか、あなた。もしくは芸風に迷いがある。違うよ、うん、プレゼンテーションだよ。ん、切れてプレゼンするから説明させんじゃないよ。すいませんね。ういこのじゃあデビルちゃんを無視しまして、今回プレゼンテーション術を教えてくれる先生をご紹介しましょう。瀬山先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はあ、
華やかになった、よかった。さあ、瀬山、まあ、こんなメイクしてあの恥ずかしがるならそのメイクやめればいいのにね、はい、よろしくお願いします。瀬山先生はですね、はい、元日本テレビのアナウンサーで現在フリーとして活躍中です。瀬山先生、今回はどんなことを、教えてもらえるんでしょうか。はい、私が局アナ時代に培ったアナウンス術を光の天使の皆さんに伝授したいと思います。よかったね。はい、さあ瀬山先生、はい、そんなアナウンス術とはどういったことなんでしょうか。はい、今回お勉強のポイントは3つあります。3つ、はい、1つ目は見せ方、2つ目は話し方、3つ目は伝え方です。ほうほう、うん、でまず1つ目の見せ方は、はい、自分の見せ方ということです。はい、うん、ニュース番組を思い浮かべてもらえるといいんですけれども、うん、例えばニュースを読むアナウンサーが、うん、こういうメイクをしていたりデビルニュース、もううるさい、ね、うるさい、気になってしまいますよね。声も顔もうるさい。そう、基本的には動かないことが重要です。はあ、わかりました。はい、基本は動かない、動かないということです。重要なとこだけで手を使って強調する。はあ、なるほど。はい、さあ瀬山先生、はい、2つ目のポイントは何ですか。はい、2つ目のポイントは話し方です。はい、話し方、人に物を伝えようとした時にどんなことを光の天使さんたちは心がけてる。伝わりやすく、うん、なんか大事なところはちょっとゆっくり話したりしてるかな。あとは聞こえやすくはっきり言って、うん、あとは落ち着いて話す。ああ、そうだね。他にもあるかな。あとは大きい声で丁寧に話す、うん、そうなんですよ。やっぱり面と向かって話すときにも丁寧に目を見てゆっくりと話すと伝わりやすいですよね。うん、なのでそういう最初に伝えるときに心がけることを思い浮かべながらプレゼンテーションしてみてください。さあ3つ目のポイントは何ですか。はい、3つ目のポイントは一番大切なこと、伝え方です。うん、うん、人に物を伝えるときには、うん、まず自分が一番理解していないと伝わりませんよね。なので私も原稿をもらったとき、まずよく読んでその内容を把握してから周りのスタッフさんにその内容を一度伝えてみます。はい、そうするとどこが伝わらなかったのか、どこが自分が理解していないのかを把握することができて、本番は上手に伝えることができるようになります。喋ってる人がちんぷんかんぷんだと思う。そうそう、伝わってきますよね。はい、分かってないな。浜谷さんと喋ってるとよくそれがあるんですよまあまあそういうのあるけどね、やっぱ自分の言葉でってことですよね。うん、そうなんです。なので今回もプレゼンテーション内容を光の天使ちゃん同士で説明し合ってみてください。それで分からないところは相手にどこが分からなかったのか教えてあげてください。はい、ちょっと今やってみようか。やってみようね。はい、どれぐらいお得かというと、フレッツ光の月額利用料が5460円から、それがフレッツ光のメンバーズクラブっていうのなんだけど、入会金年会費がなんと0円です。楽しみながら節電節約ができちゃうかも。消費電力を毎日チェックすることで無駄が目に見え、節電節約につながるのです。というわけで3つのポイントを勉強しましたが、光の天使の皆さん他に質問ありますか。どうしたら滑舌が良くなりますか。なるほど、それはね僕も知りたいですそうなんです。例えば割り箸を口の中にこう挟んで話してみてください。でその後に同じ言葉を外して言ってみると、うん、はい、最初よりも何倍も言いやすくなってます。一生懸命その言いづらい形で言おうとすると、はい、その筋肉が鍛えられて、うん、その後すごくそこが動きやすくなって言えるようになるんですね。まあ、でも光の天使たちのこういうのはちょっと見たくないな先生、うん、はい、やりすぎて口切れちゃった本当だ。いや違う違う、メイク、簡単だそれ、メイク、メイクですね、こっそり話すね、ね、はい、楽屋でね。失敗しちゃった時のなんかフォローの仕方、うん、みたいな、うん、どうしても噛んでしょ、ちょっと、ね、甘噛みしちゃったりとかの、うん、フォロー、間違えてしまってもニュースを読んでいる時などは、あ、間違えちゃったとか言わないことですね。人はみんな間違えるということを思っていれば、そんなに気にしないで次に進めます。はい、さて本日の授業、光の天使の皆さんはどうでしたか。はい、あ、じゃあラウラちゃん、なんかいろいろ話すときに丁寧に話すとか、
どういう風にしたら相手によく伝わるとかそういうのがよく分かったので、うん、今日習ったことを生かして伝えたいなって思いました。なるほど。ゆっくり話すのが足りないなと思ったので、うん、次回までにはちゃんとゆっくり話せるようになりたいと思います。あ、なるほど、はい。人に物事を伝えるのは大切なことだと思うから今日教えてもらったことを生かしてこれからやっていきたいなって思いました。清馬先生、はい、本日のまとめをお願いします。はい、今回のお勉強のポイントは3つありました。1つ目は見せ方、2つ目は話し方、3つ目は伝え方ということで、まず自分が一番内容を理解すること、数字などは身近なものに置き換えるとより分かりやすくなります。それではデビルのやり方を伝授します。いらないです、いらないです。いいですか、いらないです。喋り方も見せ方も関係にいらないとにかく重要なのは怒り方。どうもありがとうございます。デビルリボース今のはね忘れてもらって構わないんだよね。さあ、光の天使の皆さんには瀬山先生に教わったプレゼンのね、その技術を使って、でそしてですね今回お勉強したことを生かしてプレゼンをしていただきたいと思います。よろしいですか。はい、私たちのプレゼンムービーはこちらでご覧になれます。